ましょう。うん、聞こえてる。メイヤー来い、メイヤー来い、メイヤー来い、メイヤー欲しいな、メイヤー来い、メイヤー欲しいな、メイヤー来い、メイヤー来い、メイヤー来い、来い、来い、メイヤー来い。おもろすぎるでしょ。おもろすぎるでしょ。おいおいおい、オルトさん、ごめんなさい、伊豆さんリスペクトです。あ、そのことだ、かわいい、なんでいいゴミ箱、いいゴミ箱でしょ。どうしたの、影丸さん。伊豆さん、ちょっと一瞬来て。怖い怖い怖い、何あれ、ビッグ持った。わー、びっくりした。死んでる。なんでだよ、早っ、早すぎない、早いな。あの、僕エンジンルームでスナッパイさんとタダノンがいたの見ましたね。で、その後2人上に行ったの。おろろろ、あら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 、いや、引いててくれたな。パイさん、パイさん、うん、じゃないんですよ。これ俺らが知ってるスナイパーじゃねえ、俺らが知ってるスナッパイじゃない、これは。いや、スナイパーじゃないよ、こんな。多分その証言が合ってるとしても間違ってるとしてもミーティングには来てないはず。みんなでやってない。でもあの、ね、僕とカキとメロチンさんがエンジン宿舎金庫って言って、そこには下いなかったです。ハイガイさんとメロチンさんとスナパイがコミサボ直しに向かってる道中でエンジンのど真ん中で直ったんですよ、コミサボが。で、僕は上に行ってボタン押しに行ったって流れなんですけど、タダノンさんを僕は一切視認していないので、わかりますか。おみゅうさぼ周りになんかえげつない量の人いましたよね。うん。僕はね、とりあえずね、伊豆さんしか認識してないです。僕エンジンルームでタスクしてました。なんか、ワイヤーの。あと、影丸が伊豆さん呼び出してどっか行ってるのだけ見てます。うん。はい、見た見た見た。そこにライトさんもいた。いましたいました。はい。僕はもう伊豆さんとの喋りに集中してたので、タダノンがエンジンルームから上行ったのを見ましたよ。ってことは あってもメロチンさん、スナパイさんじゃない場合は、メロチンさんがスナパイさんじゃない、でも僕ほらそのピンク、いや他の人って絶対無理なんだったらそれで大丈夫、うん、上に行ったのが正しい場合、金庫に行ってる場合があって、その場合は俺は武器庫から来たから、あ、そう、あ、うん、武器庫でその前に柿と合ってるから展望で、うん、うんうんうん、コミサボが治った瞬間ぐらいから一緒。あー、10票いない、10票いない、ダダロンになったんだろうな、多分。なんてかわいそうなんだよ。ダダロンでしたね、絶対に、絶対にダダロンでしたね、メイヤーが。ダダロンさんがメイヤーなんだ。あの、10票がいなかったじゃないですか。あ、そっか、そうそうそう、自主主張だ。おい、おい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 、聞いたんだ。これメイヤー死んでますね。メイヤー死んでますね。あまりにもかわいそうじゃないですか、これは。あまりにもかわいそうがすぎる。せっかく、せっかくメイヤーになったのに。せっかくメイヤーだったのに。いや、だとしても喜びを表現したタダノンが悪いよ、それが。だったらまあ確かによっしゃー言ってもうすぐに、あ、いやでもその正直スナパイさんをめちゃくちゃ疑ってたんですけれども、タダノンさんがメイヤーってなった際は、うん、多分タダノンさんが俺メイヤー引いたからメロチンに入れてやるぞみたいなこと言ってメロチンさんが引いた説が若干出てきた。あ、まあそれも全然、それもありますね。オッケー、分かった。ちなみにそんなこと言ってました。僕は全くそれ聞いてなかったんですけど、言ってましたタダノン。いや、もし会ってたらタダノンさんが言ってたら、いや、そうそうそう、予想予想。予想ってことね。そうです。伊豆さんは俺とバケツトークしてたから多分会話は全く聞いてないはず。ちなみに今その、今それ僕に言ったの誰でしたっけ？伊豆さんですね。
あ、伊豆さんか、うん、はいはい、覚えてる。でも僕メイヤーだった。うまい、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 覚えとこう。あった。あ、伊豆さんもう YouTube 明日には消えてんな、これ。怖い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 。これは怒らせたね。これはまずいよ。スキップに。メロチンさん入れていいですか。そうでしょう。おお、スキップだ。いや大丈夫、スキップスキップ。生きてる生きてる。素晴らしい。独裁政治は行われなかったか。ビッグ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 カメラ。トゥルルー。パン。ここのトンカチ苦手なよな。誰も折れへんよ。真横が落ちたー。マユコさんは帰ってこれないっす。マユコさんが消えたよね。あのマユコさんは帰ってこれないっす。あの落ちちゃったらもう戻ってこれないので、このゲーム。あ、そうなの。そうなんですよ。ららららうん、聞こえてる。おお、1キル。いや、ハイガイもう死んでるし。あっ、マユコさん落ちてる。マユコさん落ちた。マユコさん落ちた。マユコちゃん落ちてたね。で、ハイガイは、死体食われてる。僕が見た時は食われてなくて、多分僕がバイタル見た後に食われてる。マユコちゃん、ただのさんを持ってるのね、落ちなの。カキの死体は展望デッキにあって、バイタル、アドビ見るところにあって、うんうん、展望じゃない、ごめん、コックピットのアドベ見るところです。ごめんなさい、間違えました。コックピットのアドベ見るところにあって、直前にアルトさんとすれ違ってる。俺はそうね、キッチンからだったね。ではない、キッチンから、うん、バルチャーだったらアルトさんは多分そのコックピット側に行ってると思うから、バルチャーじゃないけどインポスターの可能性もあるかなって感じ。あー、アルトさんかな。ライトさんがね、右からすれ違ったかな。スナッパイさんがレフトさんゲームしたけど大丈夫かな、わかんない。まあ、これよくあるんで。他ので伊豆さんは右にいるからできない。
これは伊豆さんは右に置いてきてる、うん、でメロチンは伊豆さんとすれ違ってますね。うんうん、メロチンさんは覚え毛を3回くらい見た後はどちらへ。かやまるたすああバルチャーずっと金庫にいたんですけど、バルチャーが生きてるってことだよね。だからね、そうなんでこれ多分もし人外3人残ってたらスキップ入れられちゃうんですよ。だから票は合わせた方がいいと思ってて、僕は最後金庫でずっと弁当警察をしてました。はいはいはい、はい、金庫で弁当でもキルして弁当移動してる可能性はあるってことだよね。ありますよね、うんうん、あいや持っていただいてもいいんですけど、バルチャーと人外2人が残ってた場合、インポスター陣営2人が残ってた場合もうこれスキップ入れられちゃうから、クルーはせめて、票を集めた方がいいと思ってて、僕は言うよりかけまるガルトさんだと思うよ。あ、本当ですか。これでも一郎落ちてる説、そうだから僕は一郎落ちてると思う説で行くのなら、うん、メロチンさんも白進行で行かないと初手キルがおかしくなるっていう話、うん、そよいしょ。君の相場が。誰だ？かけ。影、はい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 、誰やと思う？バルちゃん。いや微妙っすね、わかんない。ライトさんで貼っとく。僕ずっとここに入っちゃってた。ライトさんはね、なんかね、通り過ぎた人をすごいなんか言ってたんで。石油で殺してんだ、ハイガイさん。あ、なるほどね。あら、あれ、ショボさんが、あら、ショボさん、シボさんの死体が、エンジン横とコグビットの間の伊豆さん癖で外れてる。え、オッケーオッケー、失礼。エンジンとコグビットの間の通路ですね、コミュニケーションの真下の通路でシボさんの死体がありました。あ、じゃあアルトさんとエマさん、伊豆さんがバルチャーじゃないことがこれで確定したね。伊豆さんだったら食っとけばいいからね。ですね、確かに、ね、そう、その通り。そう、ミーティングにいたのって誰ですか？メロチンさん、最後はメロチンさんで、エンジンにって誰ですか？アルトカゲマルです。エンジンに、うん、で、メイン位置はライトですね。ですよね。じゃあアルトさんはカゲマルさんなんですけど、お二方はどうですか？まあ、さっきと変わらないですよね。ん？さっきと変わらないっていうのはお互いにどっちが怪しいかになるっていう話、ね、あー、そう、いや、ここの二択だったから、さっきも。そうだね。ライトさん、そうだな。はい。ライトさんは二人外か。アルトカゲバル二人外だ。ライトさんは、あ、正解です。あ、そうか。セキュリティでハイガイさんを食べましたか？え？セキュリティでハイガイさんを食べましたか？僕がですか？うん。いや、僕は、あ、じゃあ先に言いますね。インポスター CEO です。マドメドです。僕を釣ると あなたは負けます。はい、そうです。知らない。食べさせてください。まあ、ギリギリまで協力関係でいきましょうか。そうですね。ライトさん、どっちにしろ負け確っすよ。ライトさんを片付けるタグがアルトさん視点なくなってるんで、次絶対にキルされるのはライトさんですよ。まあ、僕は見つけた方切ります。なので、ライトさんは、まあ、その通りですね。僕とメロチンさんを勝たせるか、影丸さんとアルトさんを勝たせるかの2択ですね。ライトさん、まだ勝つ方法一応ありゃするけど、うん、ここで一応これらを釣るよりかはありますね。なんで伊豆さんを釣りましょう、ね、アルトさんに入れます。かけまるさんに、いやいや、アルトさん釣れないです。アルトさんに入れます。どうしたらいいの？
貸し系貸し系どうしたらいいの？あの、それが一番正しいと思う。これ正しいですよね、僕ね。僕の勝ち筋。正しい卓やったな。いやー、変わんないでしょ、これ。うわもうそっかそっかうわーそっかセルフだわ。ライトさんは僕を探すしか勝ち筋ないですね。そうですね。そうね、ぴったりくっついてあのキルした瞬間に食べるぐらい。そうそうそう、本当にそれしかない。なかったわけだ。僕ライトさんが近くにいたら切ってないからですね。そっか。うわわけ、どっち入れる？メロチンさんはもう切り入れてますよ。え、でもどっちにしろこれは多分スキップですけど、まあじゃあライトさんに入れてきますか。そうね、ライトさんに入れたならライトさんにやります。こうなるから、ほら。はい。あ、危ね危ね。こうなるんですよ。あー、そう。これはもう。さあ、あとはエンジンルームに。食べさせてもらうしかないですね。あ、運命の時が来ました。負けた。やったー、うそー、タスク勝ち。いや、今のはね、嘘だろ。ライトさんがちゃんとそこやったからクルーの勝ち筋が出て綺麗になったっていう。なるほど。おー、ライトさんが入れてれば時短されてるから。メロチンさんナイスーナイスーナイスーキルしかなかったよね、これね。いや、マジでナイスー。もう助け勝ちしか道なかった。そうなんか、ナイス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 なんかナイスまさかのナイス勝ち。なんかナイスあなた負けたんですよ。なんかのナイス。あなた負けたんだよ。俺たちは負けたんだよ。やったやったうーうー、あれは怖かった。だから黙ったのか。いや、すいません、あのね、正直に言うと何も分かってなかっただけです。かわいい。さすがく覚えてよかった。あ、でも最後の最後でだからバルチャーと、まあ、インポスターが2人いるの分かったからもうタスク勝ちしかないとは思ったけど、うん、だから、その、見つかったら負けだなと思ってたんだよ。かった、その通り。いやー、マジですごい、よかった。いやー、よかった、素晴らしい。